はい、どうもレイです。今回ですね、こちらの海賊祭グランドパーティー5日目ということで、13戦目14戦目15戦目というところで、まあこれで全勝できれば、あ、全勝3勝できれば全勝、できたということになるんですけど、いや、ここからがまあ勝負ではありますよね。で、まあ、4日目は動画出してないんですけど、4日目も、スムーズに一応攻略すること、攻略といいますか、勝つことはできたんで、ちょっとこの調子でね、5日目も全勝したいなというところにはなってますかね。うん。で、まあ編成に関しては、前回紹介した本気周回編成のやつと耐久編成の2つを、使ってまたやっていこうかなと思ってますので、まあ、最後まで見てくれたら嬉しいなと思ってます。まあ、ということでね、早速やっていきましょう。まあ、ということでね、ここからは更新ができなくなるので、この選ばれた3つで攻略できなかったらもうアウトなんですよ。まあ、なんで見ていきましょう。積んだ！はい、ということでね、いやー、選ばれてた3つがもうとんでもないと言いますか、もうどうしようもないと言いますか。っていう感じではあったんですけど、いや、まあ、その中でも勝てそうな相手っていうのがまあこちらになってましたんで、ちょっとこちらをちょっと戦っていこうかなと思ってます。で、まあ編成はこの、3編成ですね。技属性パと、耐久地属性パと、火力地属性パということで、まあ一応真ん中がね、予想では地属性編成だと思っているので、耐久の地属性編成を当てていく。で、左はね、まあ見ての通り技属性パなので、こちらも技属性パを当てていく。で、多分右側はロジャーが船長になっているということで、まあ確実に心属性パなパーかなということで、まあこちらの地属性を当てていくという形で、まあちょっと 50% ぐらいですかね、確率としては勝てる確率。うん。まあね、とりあえずこれで、試しに戦っていこうかなと思ってます。で、まあ1戦目負けたらもう終わりだと思った方がいいかなと。はい。まあ真ん中はまあ勝てないかなっていうところで、真ん中、そうですね。うん。ファーストとサードで勝っていく形になってますんで、ファーストで負けたらもう終わりだと思った方がいいかなと思ってます。まあ、ということで、行きましょう。頼むよ、本当に。頼むよ、魔族セーパー。お願いしますよ。さあ、まあ、戦力差的にはこっち勝ってますし、まあ、勝てるでしょうということで、うん。当てていきましたね。さあ、お願いしますよ。さあ、どうなるか。いや、まあ、勝てるでしょ、これは。これはまあ、安定して勝てると思ってる、自分では。うん。さあ、行きましょうか。まあ、こちらは耐久もありますし、火力も出せるので、ある程度は、まあ、いけるかなと。うん。まあ、黒ひげ発動できて、HP 削れてっていう形であれば大丈夫だとは思うんですけど、うん。さあ、さあ、さあ、さあ。黒ひげがまあ、いい感じに溜まってきてはいるのかな。うん。さあ、オッケーオッケーオッケー、ドフラミンゴで多少減らしていきます。おっと、そっちのキットが発動してくる。わーっと防御力アップしたか。で、まあこっちで多少の、デバフ効果をかけていき、で、まあドフラミンゴ来るよね。まあこれは耐えていく。で、黒ひげでもうここで減らしていきましょう。 HP オッケー、 35% 減らしていく。うん。で、まあまだこっちにはね、キットがいますので、キットで減らしていくっていう形ですね。はいはいはい。まあ、攻撃ダウンもかかってますので、まあ、こちらのルフィはそんなに効かないかなっていうところで、さあ、こちらのキットが発動していく。で、まあ、防御アップもかかっていきますので、多少火力も出てくれると。うん。で、まあ、固定ダメージのクイーン。オッケーオッケーオッケー。お、結構かかったんじゃない？オッケーオッケー、いいねいいね。で、まあ、こちらの CT を溜めつつですね。さあ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 。終わった、ここでゾロ。はい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 、まあ、いいでしょう。はいはいはい。いいよ。デバフかけていけ。いいぞ、いいぞ。いや、できればロジャーここで溜まって、ロジャーも使ってほしいんですよね、できれば。さあ、ここでドフラミンゴ発動してくる。耐えてくれ。オッケーオッケー。火力は全然大丈夫そうね。で、こちらのドフラミンゴも発動していく。オッケーオッケーオッケー。減らしていけ。いいぞ。いいぞ。いいぞ。で、クイーンこっち溜まってますよ。待って待って。オッケーオッケーオッケー。こっちクイーン溜まってるよ。オッケー。固定ダメージで吹っ飛ばしていく。よし、コード封じ。いいね、いいね、いいね。キットにかかってる。さあ、ここでロー発動してくる。ロー来るね。オッケーオッケー、大丈夫、大丈夫。オッケーオッケーオッケー、ゾロまだ溜まってないね。ここで、クロコタイルじゃない。黒ひげで発動していって。相手使え使え !GB バスト使え !GB バスト使えって頼む、使ってくれ、お願い !GB バスト使ってくれ頼む、
うわ待って、そこでのゾロまずいぞ、結構オッケー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 、でこっちドフラミンゴ、うわ GP バスを使ってくれなかった、マジか、いや GP バスを使ってくれよ、できればそこで使ってほしかった、うん、まあいいまあいいまあいい、勝てた、いやここなのよここ、いやー GP バスを使われたら嫌だな、いやもうロジャー嫌いだわ、本当にロジャーの GP バス嫌いなんだよ。おっとおっと、地属性パーじゃなかった、斬撃パーか、うわさっ前回斬撃パーで負けてんだよな、うわこれ普通にあれかな、いやーどうだったんだろう、即属性パーの方が良かったのかな、うわ斬パーまずいね、斬パーちょっとまずいかも、うわ一発目から使ってくる、きしょきしょいねー、うわこれはさすがに勝てるか、いやうまく耐久してくれればねいけるけど、うわだいぶダメージ食らうな、うわマジか、うわまずい、チョッパーやられたら終わりよ、もうほぼほぼ終わりだと思った方がいい、チョッパー下がれお前、あああはははははあははは、終わったなぁいやこれは終わったな、いやでもいいいい、これは早めに終わらせてロジャーの GP バスト使わないんでしょ、で次の心属性パーちょっと頼むよ、本当に本当頼むよあんまり強くなくてお願いします、青生地は絶対いんな、青生地は絶対にいるな、え何、えどういう編成これ、んどういう編成だこれ、あーあいない、青生地がいない、ワンチャン、いやどうもどうだ、このルフィあんま使ったことないですよね自分、どうなんだろう、でまあこっちは GP バスも残っているので、うわこのルフィどうなんだろう、どうだどえどうえどうなんだろう、このルフィどうだこのルフィどうだ、あんまり使ったの見たことないな、さあ頼むよお願いするよ、いや頼む頼む頼む、うわやまった止まって、うわやまった止まってる、まずいか、タイロオーケーオーケーオーケー、大丈夫大丈夫全然大丈夫で、ロジャー来るね、まあまあいいでしょう、一旦耐えていく、うわうわ嫌ですね本当に、それがそれえげつないよ、はいはい固定ダメージ来るけど耐える、でおでん来る、耐えてよ、うわっまずい、いやこれは非常にまずいぞ、ちょ待て、あまずいか、オッケーオッケーオッケー、一旦耐えてもらって、ここで歌必殺発動して、オッケーオッケーオッケー、歌必殺して半減からのプラスク、うわマジかこれ、待って一旦ここで低ダメージ使って、オッケーおでんは飛ばしていく、でここでカイドウ使う、オッケーオッケー、あーマジか、うわ GP、 うわお前そこで GP バスト終わってる、まずい、あーまずいって、それはうわちょっと、あ、皆さんこんにちは。全勝を逃したライです。はい。いやー、甘くなかったですね。さすがに。はい。で、まあもう、個人的にはまあ全勝できなかったら、もう、あのね、しょうがないということで。ちょっとこちらの先ほどと戦った編成と、まあ編成をちょっと変えてね、こちらの。即属スーパーだったら勝てたのかっていうのをちょっと見ていきたいということで、見ていきましょう。いやー勝てなかったかー、いやーマジかー、いけそうだったんだけどな、ちょっとスキップしますねここは、まあここは勝てるので OK、 ちょっとギリだったけど、まあここはいいとして、2回戦ね、ここがどうだったのかっていうところにはなってきますよね。いやでもやっぱロジャーきついね、いやロジャー強ー、ほんとロジャー強ー、腹立つぐらい強いわ、やっぱこの GP バーストがえげつないね。でまあさらにこの真ん中の斬撃パーにあの適してるんですよね、ロジャーが結構なので、ちょっと嫌ですよね。うん、まあこちらがどう出るかっていう、まあまあ最初に使ってくるよね、分かってる分かってる、それは知ってんのよ。さあここからが問題で、うん、まあ相手におでんがいるっていう時点でワンチャンあれかなっていうのでね、一旦さあここで、はいはいはい、いいですよ、 OK 溜まれ、 OK 式が溜まった、式でとりあえず固定ダメージからの防御ダウンのコード封じかかってる、いいね、
甲府かかってる。で、まあ、ここで、シュガー使ってデバフかけていく。で、こちらで青、赤い犬使ってダメージ与えて。うわ、勝てたやん。勝てたやん。おい、信じてやればよかった、即属先輩。勝てたじゃん。いや、勝てんのかい。いや、腹立つわ、マジで。きっしょ。マジかよ。信じてやれればよかった、即属セーパー。いや、強いんだな、即属セーパー。いや、地属セーパーだと思ってたからな、真ん中が。斬撃パだったらいけたのか。マジか。うわ、今度からちょっと信じてあげよう、即属セーパー。はい。もうこれでね、もうこの編成。技、即、地の、野心パの、との信頼がね、もう、つながりました、今回で。はい、ありがとうございます。はい、ということでね、続いてはこちらの方とやっていきましょう。いや、もうね、全部の編成、勝てる気がしなかったので、とりあえずこの方とやっていくんですけど、いや、これもう本当にさ、もう全部見えなくなる。マジできついよね。本当にもう、右が多分地属性パなのかなっていうぐらいしかわかんないじゃないですか。いや、ファースト、セカンドどうなのかな。とりあえず、最初に地属性パを当てて、安定して勝てたらいいなっていうところで見ていきましょう。いや、マジかー。ここ、でもこんなに早くあれだったっけ？全部見えなかったってことあったっけ？自由パ？自由パか。なるほどね。自由パどうだ？いやね、意外とこのルフィ&麦わらの一味がね、きしょいぐらい強いので。マジで強いんですよ、このキャラ。いや、欲しい。欲しいなー、ルフィ&麦わらの一味。うん。でも一応、あれですよね、自由パって、デバフかかってますね、特別ルールで。まあ、なのでどうですかね、どう出るかっていう形にはなってくるんですけど、うん。いやー、やっぱね、チパにはウルージーさんが欲しいんですよね、個人的にはやっぱウルージーさんが欲しい。なんでウルージーさんどっかでゲットしたいんですよね、海賊スゴフェスで。うん。うわ、ここでルフィ&ムギャンチム発動してくる。まあまあまあいいでしょう。あ、え、待って、ルフィ、このルフィってさ、全員速攻になるの、もしかして。やだね。うわ、コード富士。うわ、コード富士、えぐ。コード富士かかりやすいんだな、このチパ。ほんとに。でも、まだこっちには、キットさんがいるので、キットで多少減らしていく。オッケー。必殺は封じはかかってる。でも、まあ、必要ないですよね、別に。この必殺は溜まってないので。で、まあ、こっち側の必殺は発動していく。ステ半減させつつ、うん。で、オッケーオッケー、カイドウ発動していく。うわ、もうちょっとかかってほしかった、全員に。で、ここでドフラミンゴで、ルフィ&右側に一味。うわ、飛んでかなかった。マジか。で、大丈夫ね、まだ。で、まあ、こっちのウタがいるので、ウタで飛ばしていく形かな。はい。最後で、ウタでバーン。強っ。いけそうですかね。うん。これはさすがにいけそうですかね。うん。いやいや。いや、いけたかもな、15勝ワンチャン。どうなんだろう。いや、まあ、ここがどうなるかわかんないんですけど。いやー、そこ一番最初の選択肢ミスったなー。いや、意外と耐久、地属性パ強いと思っちゃってたのが、いけなかったですね。うん、意外とあれなんだよな。うん、即属性パが強かった。おっと、これいけるぞ。真ん中、あ、いけるね。これはいけるね。いけるねー。これはいけちゃいますね。さあ、お願いするよ。これはいけたね。うん。あ、でもまあ、こっちも溜まってないのか、GP パスを。まあ、なので、いや、でも戦力的にはまあ、負けてはいますけど、まあ、相手が猫犬パなので、こっちが即属性パじゃない限りは大丈夫ってところではあるんですよね。うん。いやー、ミスったなー。やっぱなー。いや、判断ミスですね、完全にあれは。いやー、信じてあげればよかったな、即野心パ。信じてれば勝てたかもしれないんだよな。マジか。でも毎回後悔しますね、自分って。その負けた時の次の試合、 また同じ編成で行くっていうのが、まあ、自分のあれポリシーと言いますか、まあ、あれなんですけど、どうなのかなっていうのを試したい気持ちがあって、負けた相手に違う編成であったらどうなるかっていうのを試すんですけど、毎回2回目は勝てるんですよ。なんで判断ミスが結構多いんですよね。お、相手 GP バス止まってた。マジ？ちょっと待って。いや、これ、あ、え？相手溜まってた。マジで？
あ、そっか、こっちの。オッケーオッケー。で、もうここは使っちゃおう。うん、危ない。ドフラミンゴ危ない。ドフラミンゴは飛ばしていただきたい。オッケーオッケーオッケー。おっと、ドフラミンゴ生きてる。マジ？ちょっと待って。クイーン飛ばせたりする？そのドフラミンゴ。わ、ドフラミンゴ来たらめっちゃやだな。ドフラミンゴ来たらやだな。ドフラミンゴ、あー、まあ、耐える。オッケーオッケーオッケー。で、キッとこっち発動できるので、まあ大丈夫かな。オッケーオッケーオッケー。危ねー。うん。相手の方が GP バス溜まるの早かったんだね。さあさあさあ。で、デバフかけつつのクイーンで飛ばしていく。オッケーオッケー。いや、勝てたねー。勝てたねー、これは。ワンチャン15勝狙えたねー。うん。いや、でも1戦目で負けるちょっと、あれだったな。悔しいな。まあまあまあ。でも勝てたね。うん。いや、やっぱ安定してな、技や審判はね、本当に安定して勝ってくれるので、ありがたいですね。それこそ相手が技属性パーでも勝てますし、それこそ力属性とか、まあ、地属性パーじゃない限りは、結構安定して勝ってくれるので、ね、この編成やっぱ安定してますね。うん。今回安定してるので、もしまだね、やってないよって方は、結構信じてあげてもいいかもしれないです。この3つ。この3つの編成持ってますよって方は。意外とこの、即属性や審判、耐久もそこそこありますし、うん、結構強いと思っているので、もしねまだ、グランドパーティーやってないですよって方は、まあ、この即や審判、信じてあげてもいいのかなと思ってます。まあ、ということでね、今回は、まあ、こんな感じになってまして、まあちょっとね、今回はいろいろ反省するところがあるんですけど、まあ、地属性耐久パー正直ね強いとは思ってるんですよ。うん、耐久できればうまくはまって耐久できれば負けなしっていう形ではあったので、この地属性耐久パーはね今後ちょっと、編成を変えつつ、うん、まあレベル上限突破も上げて、やっていきたいのと、まあこのね5体中3体がねレベル上限突破全く解放されてないっていうキャラになってますので、まあ、今後ちょっとここら辺の3つを、耐久といいますか、レベル上限突破させていき、火力とか、まあ、耐久性を上げていった方が、まあ、勝てるのかなと。うん。まあね、正直やっぱ、まあ、全部の編成には言えるんですけど、耐久ってなると、レベル上限突破は結構必須になってくると思いますので、まあ、今後ちょっとここら辺のキャラをね、強化していきたいなとは思ってます。まあ、ということで今回はこの辺で終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。参考になっていた方はチャンネル登録、高評価、よろしくお願いします。